ここにせんべろのお店を発見。お酒全品300円。で、300円でこのせんべろなんと3杯におつまみが3つついてせんべろ。3杯プラスおつまみおまかせ3品でせんべろ。1000円。ということは300円でせんべろ900円ですから、で、なんとこのおつまみは100円と。そうじゃなくても安いよね。350円とかね。沖縄国際通りの平和通りというところに来ております。国際通りに面した、アーケードをこう入ってきたんですが、ぐるーっと入ってきて、ね、向こうから入ってきて、まあ、トントントンと、そうですね、300メートルぐらい歩くと、ここにせんべろのお店を発見。お酒全品300円。で、300円でこのせんべろなんと3杯におつまみが3つついてせんべろ。3杯プラスおつまみおまかせ3品でせんべろ1000円。ということは300円でせんべろ900円ですから、で、なんとこのおつまみは100円と。そうじゃなくても安いよね。350円とかね。そしてですね、例によって例のことか、沖縄に今移住しているもやしマンがですね、ここでもう食べ過ぎて顔がもう膨らんじゃってまんまるになってますが、どうだね、お味は。うまい。お店のね、お店の名前はヤシの木広場。あんまり安いんで驚いたんですね。ね、これすごいね、1000円の、はい、えらい、その旬の安い野菜とか集めて作ってます。それにしても立派、ありがとうございます。見事で、何でもお母さんがオーナーさんで、はい、自分もお酒好きでせんべろ飲み行ったらつまみが少ないから、あ、そうです、そうです、その気持ちが素晴らしい。せんべろ始めようと思って、うん、ちょっとスタッフの女の子と、うん、あのせんべろ巡り、うん、10軒ぐらい巡ったら、うんうん、ちっちゃいお皿に、うん、ちょこちょこっと。でもさ、300円のお酒3杯飲んだらさ、本当だったらこれ1個33円になっちゃうもんね、本当はね。だから気持ちはわかるよね。あ、ありがとうございます。偉い。いやいや、本当に偉い。応援します。そうですか。お店の名前は酒飲みの気持ちがちょっとわかる。いや、よくわかります。ヤシの木広場ね。ヤシの木広場です、うん、素晴らしい。さて、それではヤシの木広場のせんべろの、この驚きの驚愕のおかず3品を食べてみましょう。ちくわとですね、なんかナッパですね。これなんかなんだろうね、チンゲン菜みたいなね。これあの山菜も入ってますね。肉も入っております。ちくわとチンゲン菜、肉などの炒め物いただいてみましょうね。味付けいいな。うまいじゃん。うん。でもう一品はですね、まあ、きゅうりとこのソーセージ、きゅうり、ハムのね、サラダですよ。ケチってないよね、ちゃんと入ってるし。早速こちらもいただいてみましょう。うん。見事だな。十分です。うん。そしてもう一品、ハンバーグですね。うん。高いバカの店はこういうとこ見習ってほしいな。意外にうまいな。うん。うん、全然悪くない。ね。泡盛はね、さっきも言ったこのぐらいまで入ってますし、これ30度の泡盛ですよ。これ3杯におかず3つで1000円か。これ近所に住んだら毎日来ちゃうな。の飯食いがてら聞こえるよ。うん。で、これにあの後でおかず頼んでさ、うん、ね、何しろこの安いのがさ、他のもんでね、めちゃめちゃね、ちゃんとみんな350円なんだよ、350円。やっていけるんだもんな、うん、息子とか何だか使ってやっていけるんだよ。だってその店、ここ一等地だよ、これ、うん、国際通りからちょっと入ったとこや。だからお客さんが言う時期だった時間帯だったらすごいと思うよ、ほら、う
ソーミンチャンプルもあるし、大したもんだよ。カフェでやってたんだけど、ついつい刺身食ってみたいな、このね、この赤身のね、沖縄の刺身。刺身やつ。お、スコールだ。どうだろうこれ、雨。バイクですね。バイクでしたか。違いましたか。で、何がすごいってね、おすすめのおつまみ組み合わせ、高波ソーセージ、アボカド、キュウリ盛り、うまそうだな。これ僕ね、このおでんと、ね、おでんと、ライスと、スープ。この組み合わせでご飯食べてみたいな。あと、油味噌付きのおにぎり。なんか、ここそそるな。いや、しなき。いけてます。